どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、アメリカシカゴオヘア国際空港に来ております。で、今日からですね、シカゴ滞在期ということで、動画ねやっていきたいなと思うんですけども、ひとまずね今空港におりますので、シカゴのね中心地の方にね電車で向かいたいなと思います。で、このシカゴ国際空港ですね、私初めて来ましたので、右も左も分かりませんので、ひとまずねあの電車の看板を調べて、多分エアトレインとか多分あると思うんでね、そこから Google マップ等々で調べて、市内の方にね向かいたいなと思います。どうしても分かんなかったらタクシーで行きたいと思います。ということで、初めてのシカゴね楽しんでいきたいと思います。では行きましょう。間違いなく今いるのはねあれだと思うんですよね。なんだっけ、タクシー乗り場だと思うんですよね。まあ上の看板を頼りにしていけば多分行けると思う。そうそうそう、この空港にはねヒルトンがあるんですよ。はい、ですんでね、あのシカゴの空港来た際にね、まあ、空港ホテル探す方はねヒルトンありますんで、ぜひチェックしてみてください。ということで、トランスシティ CTA ということで、向こうに案内表示が出てますんで、ひとまず向こう行きましょう。軽くね来る前に調べたんですけど、ヘアトレインに行って CTA ってシカゴの地下鉄、まあ、電車に乗り換えて市内みたいな感じですね。まあ看板が出てるんでね、まあ、そこまで難しくないと思いますけど、エアポートトランジットっていう、あれ何の絵だろうなまあ電車みたいな絵があるんで、多分あれで合ってると思いますね。もうここがエアトリンの入り口になってるんですね。よいしょ、あ、書いてありますね、トレインズディスウェイって。あ、分かりやすい。ではエアトリンの駅に到着しましたので、ちょっとここで乗り換え等々をね調べて乗っていきたいと思います。ちょっとね今係の人にね聞いてみたんですけど、この駅の隣の駅で私が乗りたいブルーラインっていうね電車に乗り換えられるそうなんですけど、今ねターミナル5にいて、次はターミナル3なんですよね。ちょっとよくわかんない、合ってんのかな。それちょっと行ってみましょう。次の駅だよって言ってたんですけど、どこにもねブルーラインの文字がないんですよねちょっと私が見つけられないだけかもしれない、ちょっとわかんない。ひとまず乗って次の駅行ってみましょう。じゃあターミナル3に到着しました。本当にこっちに合ってんのかな。ブルーラインの部もないねここにね CTA って書いてありますわ。こんなとこ通ってくの、あ、合ってるありがとうございます。いや、なんか大勢がいて一気にガガガッと行ってくれればちょっと分かりやすいですけど、これは分かりづれえな。アフターユ、何階に行けばいいかも書いてない。あ、ダウンって書いてある。ひとまず下の階に行きます。とりあえず1階あったあったあった。いや違うな、あ、でも CTA って書いてある。まあちょっと人の流れがあるんでこっち行ってみましょう。あ、ヒルトンホテルもこっちにあるんですね。ヒルトンって書いてある。Google マップで調べるとね、ちょっと歩いてブルートレインみたいな感じなんですよ。まあ、一応乗り換えみたいにはなってるけど結構遠いみたいな、そんな感じっぽいですね。あ、トレインって出てきましたね。まあまあちょっと人が全然いないとね怖いですけども、かなりの人を利用してるんで大丈夫ですね。もうちょっと看板出してもいい気がするけどな。これがシカゴスタイルなのかもしれない。遠いんですね、うん、空港からこの乗り換えのエアトレインから、はい、チケット売り場出てきました。 OK です。では行きましょう。クレカタッチで行けないのかな。タッチで行けると非常にダメそうだな。チケット買わないとダメそうですね。でもあのスワイプ方式じゃない、タッチ方式みたいですね。ではこのねチケット売り場でチケット買っていきましょう。じゃあこの子で買っていきましょう。シングルチケット、ワンチケット、
5ドルですね。ということで結局ね、あのカードを普通にバンクロットやってもできないんで、まあいろいろカードは持ってきてるんですけど、めんどくせえと思って現金で買っちゃいました。地下の駅はこんな感じです。いやニューヨークとまた全然違って不思議な感じですけども、よいしょ。で私がね今いるのがこれ一番上のお部屋ね。でどこだったっけな、ここですね、ここ。ちょっと読み方わかんない。ここにね、行きたいと思います。で今回ねこの駅に行って、JW マリオットシカゴ、こちらにね滞在させていただこうかなと思います。いやシカゴの地下鉄はどんな感じなんだろうと思ってましたけども、まあ見ていただければわかる通りね、めちゃくちゃ使ってる人いますんで、不安なところはね全然ないですね。これがねちょっと全然人がいらっしゃらないとね、不安なんですけども、こんだけ人がいればね大丈夫ですね。電車の列が2つあって、左右に人が並んでるんですけど、これどっちに乗るとかあんのかな全然わかんない。とりあえずちょっと電光掲示板みたいなとこ見ましょうか。別に並んでるわけでは多分ないと思うんだよね。ただなんか適当に電車待ってる感じがするんですけど、まあここは確かブルーラインしか通ってないと思うんで、まあ間違えるとか多分ないと思うんですけど、事前に調べた感じだとちょっと分かんないから、とりあえず後ろの方に行きましょうか並んではないと思うのよ。まあとりあえず次の来る電車ね乗っていきたいと思います。これがオヘア国際空港の電車のホームです。アメリカの鉄道の駅だったらまあこんなもんじゃないでしょうか。めちゃくちゃでっかい扇風機がね上で回ってるんで涼しいです。はい、ということで電車来るまで待ちたいと思います。では来た電車に乗りました。もう来てすぐ出発ですね。ただね門南どこ駅まで行きたいと思います。まあでも5分ぐらいですかね、ちょっと待ってましたけど、一気にみんな乗り込みましたんで、まあ、これで待って、全然見てないですけど多分合ってると思います。まあ、Google マップの地図を見ながらね移動していきましょう。結構ね乗車率は高いですね。止まってたのかな、結構待ってる人も多かったみたい。ということで40分ぐらい経ちました。やっとね次モンロエっていう駅ですね、到着になります。ここからね歩いてすぐということなんで近いといいですけども、まあでもこのシカゴの地下鉄、まあ、この鉄道っていうのは本当にニューヨークとそんなに変わんないですかね、まあ座席配列はねちょっと違いますけども、まあ、結構混雑する感じですね。はい、はい来ました。これがシカゴです。シカゴといえばシカゴファイヤーですね。皆さん知ってますか、シカゴファイヤー海外ドラマです。めちゃくちゃ面白いんでぜひ見てください。ということでもうここからすぐだと思うんですけど、ちょっとホテル調べましょう。あっちに2ブロック行って左、 OK、 左行って、すごいこれ何なのこれ、ツアーかな。2ブロック歩いてすぐぐらいのところにありますね。すごい、ゴンドラじゃなくて命綱一本みたいな感じで窓掃除してますね。びっくりした何が縄が上上がってってんだろうと。じゃあちょっとねテクテク歩いていきたいと思います。街並みはね本当にニューヨークと変わんないな、うん、ニューヨークよりちょっと静かな都市って感じ、うん、人もそんなにめちゃくちゃ多いわけでもないですし、まあめちゃくちゃ少ないわけじゃないんでね、なんか怖いみたいなのも全然ないですけど、まあ、このシカゴの街もすごいねビルが高いんで、そういう意味ではニューヨークにかなり似てますかね。ということでホテルまでね歩いていきたいと思います。
到着しました。見えますかね、 JW マリオットってね、屋根のところに書いてあるんですけども、本日はねこちらに2泊お世話になります。こんな感じになってまして、いやすごいですね。一応ねアーリーチェックインはねリクエスト入れたんですけど、どうでしょうか、チェックインできるか行ってみたいと思います。 JW マリオットの向かいには W ホテルがあるんだ、まあ、今回は JW マリオットで行きましょう。2泊お世話になります。ではねチェックインしていきたいと思います。あーすごい、あーすごい、いやすごいですね、めちゃくちゃ高級感がある、高級感があるとは聞いてたんですけども、いいですね、白い大理石の作りになってます。ではちょっとチェックインねしていきたいと思います。それではね無事チェックインすることができました。今回1208ということで、ここですね、はい、行ってみましょう。本当にエレベーターのね真横ですね。では客室にね入っていきました。こんな感じになってます。おーすごい、いやいいですね、広い今回ねエグゼクティブレベルクラブルームの方にアップグレードしてくれたみたいですね。いやありがたいです。はい、ということでここら辺から見ていきましょうか。まずここにお水がありますね、でコーヒーマシンあります。お水は2つ、まあこれはあれですね、マリオットモブメンターコンプリメンタリーって書いてありますね、無料のお水です。でコーヒーマシンでゴミ箱で、ここに USB かな、いや違う AC と USB ですね。でテレビがあります。結構大きいですね、50インチぐらいありそうですね。でここにデスクがあって、ここにも USB ポートが下の方にあります。でこっち側窓です。景色は何か見えるのかな、あれなんだ、円形なんですねこのホテルは。こんな感じで、中庭みたいな感じになってるんですね。はい、だから円形に客室がある感じなんだ、いいですね。かなりねあの古い歴史のある建物みたいで、建物自体は結構あれなんですよね、はい、もともとは古い建物を改装したみたいな、そんな感じになってるみたいですね。ではこっち側に一人掛けのソファー、いいですね、気持ちよさそう。でここらにね絵が描いてあったりとか、枕元にも目覚まし時計と、ここに USB ポートが2つついてますね。でこっちにも USB ポートとコンセント、結構多いですね。でこっちがベッドです。いやめちゃくちゃでかいこれはありがたいですね、はい。でここら辺の引き出しとか入ってんのかな、あよいしょ、この下に金庫で、これは空かな、はい。で、あ、冷蔵庫ある、冷蔵庫あるのありがたいですね。お、サイダーが入ってる、なんだこれ、炭酸水が入ってますね。いやこれマジわかんないこれ前の人の忘れ物じゃないかな、普通ミニバーだったらもうちょっと入れますよねこれちょっとわかんないんでそっとしておきましょう。でこっちがよいしょクローゼット、お、スリッパあるんだ、すごい、スリッパがありますね珍しく。でこっちにアイロン台とアイロンとあります。バスローブはないのかな、なさそうですね。それではバスルームですね、いやー大きいですね、鏡非常に大きいです、こんな感じになってます。でアメニティはこんな感じです、一通り揃ってそうですね。でこっち側にグラスがあって、上にね拡大鏡があります。でこちらにタオル類とめちゃくちゃ大きいバスタブがあります、これはめちゃくちゃでかいですね、はい、私でも体すっぽり入りそうなぐらいのバスタブがあります。でこちらにねシャワーブースが独立であります、これはいいですね、本当にありがたい、分かれてるんですね洗い場と。でお手洗いもちゃんとねドアが仕切られてるということで、すごいですね、うん、うん、結構日本でもね同じところにある場所が多いんですけども、
さすが JW マリオットっていう感じですかね。はい、ということで、今回ですね、JW マリオットシカゴね、2泊お世話になります。で、この客室ね、今回ここ最上階っていう風になっておりまして、エグゼクティブルームにね、アップグレードしていただいてるみたいですね。まあ、こちらちょっと後で公式サイトね、見ときたいなと思うんですけれども、プラチナステータスのね、特典でアップグレードっていった形になります。で、この客室、このホテルにはですね、エグゼクティブクラブラウンジもありますので、まあ、そちらもね、皆さんにお見せできればなと思います。で、あれなんですよね、残念ながら多分アメリカのね、クラブラウンジは、おそらくね、アルコールの提供はね、多分やってないか有料かどっちかだと思います。まあちょっとここはね、昔は普通にやってたんですけども、まあでもそれでもね、クラブランジのそのアルコールタイムっていうのもね、ほとんど有料っていうね、イメージなんで、もしかしたらね、ここも有料でやってるか、まあ全然やってないか、まあどっちかだななんていうふうに思ってるんですけども、まあそちらもね、お見せできればなと思います。で、今日のところはですね、本日ね、シカゴについてですね、ホテル到着したわけなんですけども、ちょっとね、編集作業に当てたいななんていうふうに思いますので、まあちょっとホテル引きこもってね、編集しつつ、ラウンジ行きつつみたいな感じでね、まあラウンジの様子もね、お見せできればなと思います。ということで、編集作業ね、頑張りたいと思います。めちゃくちゃね、広い客室でありがたいですね。ということで、時刻はね、今夜の6時、まあちょっとうまく映ってないかもしれないですけども、仕事をしつつ、まあ編集作業ね、ずっとやってるんですけども、はい、途中でこのまま寝てたりしてね完全に時差ボケがね、襲ってきておりますね。で、一点訂正なんですけども、このホテルにはですね、クラブラウンジはあるんですけど、事前にね、調べた時にですね、なんかね、カスタマーサポートみたいなところからの返信だったみたいなんですよね。ホテルから の返信じゃなくてですね、まあ、ラウンジね、スナックタイムとカクテルタイムとみたいなのをね、やってるっていうのを聞いたんですけども、それもね、ホテルの回答じゃなくてですね、残念ながらね、そのカスタマーセンターみたいな対応のところからの返信で、どうやらね、ラウンジはね、やってないみたいですね。朝食会場として、まあ、やっていることはやってるんですけども、もう本当に朝食だけみたいな。ですんで、まあ普通のね、ラウンジでいつでも飲み物が飲めてみたいな、そういうサービスは今ね、やってないということで、ちょっとね、残念だったんですけども、いやね、ラウンジや始まらないなと思ってちょっと聞いてみたんですけども、まあ、朝食だけだという回答でした。でね、さっきずっとね、編集作業してたらね、こういった感じでサラダの盛り合わせ、サラダじゃない、フルーツの盛り合わせとかね、いただいちゃったりして、まあちょっとありがたい限りですけども、後でね、いただきたいと思います。いやね、編集作業が全然終わりませんので、ちょっとね、気合でこのままね、やって、できるところまでやって、まあ今日寝て明日迎えたいなと思います。もうね、完全にパジャマに、ね、着替えて、もういつでもね、お風呂もう歯磨きもしてますんで、できるだけやって、でもお風呂入ってすぐ寝るみたいなね、まあ、そんな感じで頑張りたいなと思います。ちょっとね、ラウンジがね、やってなかったら残念ですね。もしラウンジやってないの分かってたらね、ちょっとこのホテルね、まあ、気になってたんで泊まりたかった部分はあるんですけども、ちょっと他もね、行きたいところあったんで、ちょっと残念ですね。まあそれはね、もうどうしようもないので、ひとまずね、編集作業頑張って観光に行けるようにね、頑張りたいなと思います。ということで、しばらくね、編集作業頑張りますので、編集作業が終わったところまでね、飛びたいと思います。では、おはようございます。今ね、7時14分です。2日目の朝になりました。編集の目処が立ちましたので、これからね、朝食を食べて、シカゴね、せっかく来ましたんで観光していきたいと思います。ということで、6時から10時までね、朝食やっているということで、まあどのぐらいのクオリティなのかちょっとね、正直全然わからない。最近ね、このアメリカのね、マリオット系のホテルの朝食はね、結構乾燥がされている部分がありますんで、もしかしたらコンチネンタルブレックファーストみたいな感じで非常に少なくて、あとは追加みたいな感じになるのか、もしくはちゃんとしたね、ブッフェになってるのか、ちょっとこれもね、ホテルによって全然変わるっていう風になりますんで、この JW マリオットシカゴね、まあ、どういった感じのサービスが受けられるかね、見ていきたいと思います。ということで、朝食ね、行きたいと思います。それではね、朝食会場来ました。ラウンジで、ね、提供されております。
当にマスクも消毒スプレーも何にもないですね。まあ当たり前ですけどね。置いてたオレンジジュースとコーヒーと、あとこれはヨーグルト、このでっかいヨーグルトね、よくありますよね。どこだっけ、アメリカな、これ飲んでいいですよね、いつも食べちゃう。で、こんな感じでソーセージとベーコンパン、クロワッサン、あとマフィンとスクランブルエッグ。ではいただきます。ソーセージ、このソーセージアメリカでしか見ないけど何なんでしょうね。普通に美味しいです。数的にはね、かなり少なめですね、うん、あとこれにフルーツがあるぐらいの。まあ選んでいただけるだけね、いいですよね、うん。まあ、サラダはね、ゼロでしたね、うん、で、ランチはね、すごい非常に空いてますね、はい、3、4組ぐらいしかいないですね。今7時半ぐらいなんですけど、もうちょっとね、混み合ってもいいかなって思うんですけども、こんなもんなんですかね。で、今日7月3日で、明日7月4日なんですよね。ですので、明日多分いろんなところで花火が上がると思うんですよね。はい、あの独立記念日ということで、ニューヨーク等々でもね、3年前だったかな、あの花火大会、ブルックリンブリッジパークで見に行って動画にしましたけども、多分ああいった感じで、多分このシカゴでもおそらく花火大会があると思います。ということで、赤でゆっくりいただいて観光の方にね、行きたいと思います。このラウンジはね、非常に居心地がいいので一日中やっててほしいですね。ということで、サクッと食べたいと思います。ということで、今からね、観光に行こうかなと思うんですけども、まあ、先日ね、あの紹介させていただいたこちらの SIM カードのサービスありますよね。ANA プレミアムメンバーの方であれば、まあ、無料でね、利用することができる。まあ2日間ですけどもね。で、2日間利用することができて、まあその後はね、有料で使うか使わないか選べるんですけども、まあ丸2日間はね、無料で利用できるということで、かなりいいサービスですよね。で、こちらね、今現在は全部ね、フルオートで向こうでね、初期設定みたいにやってくれて、もう現地着いたらね、SIM 入れるだけでね、利用することができるということで、実際ね、SIM 入れて、まあ、スピードテストをしていきたいなと思います。じゃあ、このね、SIM を、SIM カード入れるだけでいいっていうんで、これは楽ですね。ずっとね、到着してからね、なんかしなきゃいけないんだと思ってたら、何もしなくてよくて、もう、現地行って SIM 入れて、電源挿すだけで利用できるということで、はい、SIM カード入れ終わりました。再起動してます。まあ丸2日間無料だったらね、結構いいですよね。うん、しかもこれはスーパーフライヤーズカード会員の方も利用できるということで、永久的にね、スーパーフライヤーズカードね、ゲットできますんでね、そういう人でも使えるのはいいですよね。あ、大丈夫そうです。あ、 LT 来ましたね。はい、まあ本当に入れるだけでいいんですね。ちょっとね、ここに出しておきますけども、まあ LTE のマークが出てまして、そんなに電波強くなさそうだな。うん。うん。今2本ぐらい立ってますけど、でも普通に今使えてますんでね。ちょっと YouTube、私のチャンネル動画流してみましょうか。もう普通に YouTube もね、まあこれ 4K の画像で書き出してるんで、結構容量はね、重いと思うんですけども、普通に使えてますね。はい。はい、確認しました。一応ね、eSIM で楽天が入ってるんで、楽天今ちょっとオフになってるか確認したんですけども、はい、ちゃんとね、使えてます。いや、いい。4K の画像でね、普通にこんだけ早く見れるんであれば、特にね、問題はないかなと思います。ではちょっとね、スピードテストしてみましょう。おお。あ、全然問題ないですね。うん。ダウンロード、26。アップロード。ちょっとアップロードは少なめですけど、広告流れてる。
ちょっと結果ねこれに載せておきますけど、まあこういった感じで利用できますんで、まあ特にね、まあ YouTube とか見る分にはね、今見た感じだと全然問題なさそうなんで、まあアップロードねちょっと少なめ、まあちょっと低いかな、うん、ですけど、まあ普通に使う分にはねそんなに問題はなさそうですね。ということでこちらね普通に2日間ね無料で利用できますんで、はい、これはねかなりいいんじゃないでしょうか。ということで今日ねこれはサブ携帯にしてね外持ち出そうかなと思っております。ということで、いや、いいですね。2日間これね、無料で利用することができますんでね、ぜひ皆さん活用してみていただければなと思います。まあ、このね、設定が何もしなくていいっていうのは本当にいいですよね。このままになってくれないですかね。一応本来はね、後で、設定みたいな自分でして現地持ち出すみたいな感じらしいんですけども、まあ、これもね、ちょっと今、対応がこのコロナにね、変わってるそうなので、もしかしたらね、元に戻ってしまうかなと思うんですけども、まあ、できればね、このままの方がね、いいですよね。急に日が出てきて急に飛びましたねということでひとまずねシカゴ観光行きたいと思います。では外に出てまいりました。まあ、今回のねこの旅はちょっと視聴者の方にはね申し訳ないんですが、本当に私の行きたいところをねただ回るっていう感じになりますんで、特にこのシカゴの街に関しては、まあ、私がねシカゴに来たかったから来たっていう感じなんで、はい、まあ楽しんでいただければなと思うんですけども、あつまんねえと思ったらすいませんが動画閉じていただいて構わないです。ということで本当に街並みはニューヨークとそんなに変わんないですね。今朝の10時ぐらいなんですけど、そんなに人もいないんで、なんか静かなアメリカの街っていう感じですかね。うん、ニューヨークほどうるさくないですね。私シカゴの、ね、出身のアメリカの友人がいまして、まあ、その方にね、まあ、シカゴのおすすめ等々を聞いて、まあ、今回のこのシカゴ滞在をね、まあ、それに合わせて行こうかなということで、まあ、ひとまずねちょっと飛んじゃうかもしれないんですけど、日差しがマジで強い。でも暑さはねそこまで全然東京より涼しいですね。なんかこの JW マリオットシカゴ、まあ、よくわかんないですねホテルのチャットの人もそうですし、もともとの予約センターの人もそうなんですけど、結局ね今日クラブラウンジやってるみたいですね。今日朝朝食食べたじゃないですか。でその後ちょっと聞いてみたんですけど、今日はねやってるみたいですね。12時から何時、17時から何時みたいな感じで、日曜日と月曜日はねやっぱりやってるみたいですね。昨日その私が言ったそのやってないっていう情報は、マリオットボンボイにはそのアプリでねチャットができますよね。まあ、それでチャットで聞いたんですけど多分その人なんか日曜と月曜しかやってないみたいなんで、もしかしたら日付を勘違いしてたのか、まあ、昨日土曜日なんで、まあ、昨日だと思ってたのか、まあ、ちょっとね分かんないです。まあ、でも対応はそんなにね悪くなかったし、まあお水もね少なかったんでちょっと追加でいただいたりしたら、まあ普通に OK すぐ持ってくねっつってすぐ持ってきていただいた経緯もあるんで、まあよく分かんないですねひとまず今日はねラウンジやってるそうなんで、まあ時間見ていけそうだったらねちょっと顔出したいなと思います。いやでもここら辺は閉まっちゃってんのかな、全然やってない。ここはやっぱりコロナの打撃を受けたのそんな感じがしますね。あでも今日日曜日、そして明日は独立記念日、その関係でお休みとかあるんですかね。まあ銀行等々はやってなくて当たり前だと思うんですけど、あーすごい、いやーいいですね。これはシカゴの街です。いや今回初めてシカゴ来ましたけど、シカゴもいいですね。でもやっぱり店はねやってない店が多いな。そしてそうだ、タクシーも全然走ってない。タクシーが少ないですね。シカゴといえばこんな感じ。はい、まあ、シカゴっていうかシカゴファイヤーって言えばシカゴファイヤーとかシカゴ PD といえばよく映るこの光景、ああいいですね。シカゴに来た感がありますね。
皆さんぜひシカゴファイヤー、シカゴ PD、アマゾンプライムビデオで無料で見れます。無料じゃないけどね、ぜひ見てみてください。まあ、アメリカの消防士の話、あと PD の方は警察の話ということで、消防のシカゴファイヤーの方はね、本当に次から次へといろんなこと起きるんで、めちゃくちゃ楽しいです飽きないですね、うん。まあ、今日は一日ね、まあ、散歩と行きたいところを巡っていきたいと思います。これがシカゴ美術館ですね。ちょっと飛んじゃってると思うんですけど、どうにか編集でキリッとさせておきます。ちょうどこの美術館の隣が今目的地にしているプレミアムパークっていう公園ですね。ここですかね、ミレニアムパークは。あ、そうだな、そうだ、そうかな、違うかな、あ、その奥かな、ここは違うのかな、まあ、パークっぽいけどまあ、せっかくシカゴに来てるんでね、ある程度有名なところはちょっと 目で見たいなっていうね、思いがありまして、まあ、ここはミレニアムパークなのか、多分違いますねこの隣ですね、多分。あ、なんか出店が出てるな、こっちですね、はい。今のはただの公園だったのか、あ、出店じゃないな、あれですね、うん、なんていうんですか、露店。でもまだやってないですね、こんな感じで露店が出てますね。でもやってないね、まだ、うん、お客さんもまだいないんで、これからみたいですね。あ、ここですね、ミレニアムパーク、ウェルカムトゥミレニアムパークって書いてあります。つてかな、はい。あー、すごいですね。こんなね、すごいめちゃくちゃ大きい噴水で、奥には人の顔、あ、しかも動くんだ、あれすごい。ちっちゃい子たちが水浴びしてますね。いや、これは最高じゃないですか。へえ、子供連れて行きたいですね。ここはめちゃめちゃ賑わってます。いや、いいですね、これぐらい人がいると安心感ですね。で、お子様がこんだけいると環境がいいはずですね、うん。それ、みんなパチャパチャ遊んでます。いいな。あ、しかもここ涼しいですね、うん。水しぶきがかかっていいです。ここがミレニアムパークですか。ちょっと飛んじゃっててうまく映んないかもしれないんで、編集の力で、おりゃ、どうでしょうか、綺麗になりましたかね。ちょっと綺麗にならなかったら申し訳ないです。こちらは有名なオブジェですね。皆さん写真を撮られておりますね。面白い、全体が鏡になってるんですね。へえ、これは面白いですね、こうなってると。多分これが一番のオブジェですかね、うん。皆さんここに写真撮ってます。じゃあ次に向かいましょう。いや、ミレルパーク非常に人が多くていいですね、活気があります。まあ、いろんなところでね、このシカゴちょこちょこ調べましたけど、このミレニアムパークっていうお名前も結構出てきた気がしますんで、まあ、夏は暑いんでね、あの水分補給をできるように来た方がいいと思います。まあ、多分ここまで人が多いということはあれでしょうね、出店とか出ないのかな、だからあの道路脇に露店がたくさん並んでたのかもしれないですね。まあ、とはいえまだこれからですかね、まだ朝早いんで、そろそろオープンしても良さそうな気がしますけど。シカゴもニューヨークも交通事業は変わらないんですね、うん。信号が赤でも車がいなかったら行けっていうまあ行けっていうか行くっていうかね。この通りは結構お店がたくさんありますね。ちょっと 何のお店だか分かんないですけども、うん、でもコーヒーショップとかレストランとかやっていますね。やっぱりここはあれなんだな、中心地的な通りなんですかね。非常に車通りも多く、さっきのホテルの周りよりも多いですね。
あっちはビジネス街みたいな感じなのかな。歩いてる人もさっきよりめちゃくちゃ多いです。ではね、到着いたしました。ちょっとここはね、ミシガンっていう通りみたいですね。ここも友人の方におすすめで、非常に人が多いです。こんな感じで、どうでしょうか。めちゃくちゃ綺麗ですね。川かな向こうは海だと思うんですけど、ちょうどこんな感じで、でちょっと見えるか分かんないですけど、これねトランプタワーなんですよ。トランプってめちゃめちゃでかく書いてあるんで、ちょっと色を調整すれば見えるかもしれないですけど、ちょっと飛んでるかもしれないですね。はい、でこんな感じでウォータータクシーとかね、そういうのも楽しめるみたいですね。はい、ウォータータクシーが結構ありますね。いや、ここは非常に気持ちよくて、やっぱり人も多いですね。観光スポットになってるみたいで、いや怖い。皆さんにこの良さを伝えられてるかどうかよく分かんないんですけど、はい、めちゃくちゃ綺麗です。ここシカゴ来たらぜひぜひ来てみてほしいですね。観光されてる方も非常に多くいらっしゃいますね。ここはあれみたいですね、ウォータータクシーの乗り場みたいになってるんですね。非常に長い列ができております。ではね、もうちょっとねこっち側に行ったビルの方もね歩きたいと思います。それではですね、カオペリをちょっと歩いてきたんですけども、ちょっとね食べれるか、全部食べれるか分かんないですけど、お昼ね行きたいと思います。ここもね、シカゴ出身の友人のおすすめのお店ということで、ちょっとね読み方がよくわからないんですけど、イタリアンビーフ、アールズナンバーワンイタリアンビーフでいいのかな、ちょっと読み方がよくわかんないですけども、牛肉のサンドイッチみたいな、まあちょっとねとても美味しそうな、公式サイトを見て、これはちょっと行ってみようということで、これはねシカゴ結構有名みたいなんですよね。観光雑誌とかどうなんだろう、ちょっと私もね全部が全部チェックしてないんでわかんないですけども、まあ、ちょっと私の友人曰くねおすすめということなんで、ここからねちょうど歩いて15分ぐらいなんで、ちょっと歩いて行っちゃいたいと思います。まあ、個人的にはですね、ちょっと街を歩きながら写真を撮りつつ目に焼き付けておきたい部分もありますんで、ちょっと動画回してるか分かんないですけども、ちょっととことこ行きたいと思います。いやー、シカゴいいですね気に入りました。ちょっとねでもニューヨークと大きな違いといえば、ニューヨークよりやっぱり人が少ない、うん、それはいい意味でも悪い意味でもある感じですね。人がいなくて移動しやすい、利用しやすいっていうのはねもちろんあると思いますけど、怖いっていうのはねちょっとありますね。はい、ちょうどいい感じで、ウォーター、まああれもクルーズのあれですね、ツアーみたいなもんでしょうけども、ちょっとね今回やろうって思ってなかったんで、まあ、今回パスします。まあ、今回はねシカゴファイヤーのロケ地巡りをねしたいなと思ってますんで、どうだろう、私の視聴者の方でシカゴファイヤー知ってる人いるのかな。わ、怖っ床にめっちゃ注射器落ちてる怖いよザ・アメリカですね。ほらこんな感じでね、あれなんですよ、ちょっと繁華街をちょっと入るとね人歩いてないんですよ。で今日日曜でね、ここオフィスビルなのかな、わかんないですけど、ちょっと怖いですよね。うん、ニューヨークで一っ子一人歩いてないってなかなか少ないですからね。うん、まあ端っこの方行けば全然あるんでしょうけど、ということでそのお店までね10分15分ぐらい歩きますんで、まあ、ちょっとまた何かあったらカメラ回したいと思います。それではお店到着しました。アリーズシカゴイタリアンビーフということで行きたいと思います。ではお店はこんな感じで行きたいと思います。うわー、取れてなかった、やりましたね、やりました今席についてね一通り撮影し終わったら、取れてなかったです。いやー、やっちゃった。
ということでもうね、あの食べ始めてしまってるんで、ちょっとねスマートフォンで撮った画像を見てください。とやってしまった。これねめちゃくちゃ美味しいです、はい、これねなんて言えばいいんだろうな、まあ、スープに使ったお肉のサンドイッチみたいな感じで、私はねチェダーチーズとペッパーとかをトッピングして、あとこのペプシ、ペットボトルのペプシ頼んで15ドルなんで、まあ2000円ぐらいということで結構お値段がいたします。ですけども非常に美味しいです。ぜひね皆さんシカゴ来られる際はね食べてみてください。ちょっとねもう食べかけて申し訳ないんですけど、ちょっと一回も食べるシーンがないのもあれなんで、ちょっとね時間が経つとねパンがね破れてきてしまう。で紙ナプキンがね店内にあるんで絶対もらった方がいいですね。いやね食べ終わってよし撮影終わったらゆっくり食べようと思ったらですね、撮影ボタンが入ってなくて驚愕しましたということなんで、ぜひねこのなんていうのね、オールワンイタリアンビーフ、ちょっと概要欄にお店載せておきますんでぜひ来てみてください。いやめちゃくちゃ美味しいですね。ということであとはゆっくりねいただきたいと思います。いやびっくりした。ということでお店を出てきました。いやめちゃくちゃ美味しかったですね。ぜひ皆さんシカゴ来る際は行ってみてください。ちょっとねお腹空いてるかどうかとか言ってたんですけどもめちゃくちゃ美味しくてペロリでしたね、はい、ペプシと合わせて15ドル、まあ、まあまあしますけども、まあでもアメリカのランチって言ったらまあこんなもんですよね。ということで一回ねホテル戻ってからまたね続き外出たいと思います。ちょっとねラウンジどんな感じになってるかもちょっと見たいんで、戻ってからまた観光出たいと思います。ということでホテル帰ってきました。いやラウンジがね空いております。ということで今日はやっぱりやってるんですね。ありがたいです。ということで今の時間帯は特にね食べ物とかスナックとか全く置いてない状況で飲み物だけサービスされております。いやそれでもね、はい、コーラ無料です。無料とか言ったらあれかもしれないですけど、ラウンジアクセスある方はね利用できますんでいいですよね。今ね利用してる方全然いないですけど、入ってきた時は、ね、ちょうどすれ違いで何人かの方いらっしゃったんで、うん、みんな持ち出しまくってますねまあそりゃそうですよね、うん、コーラとジンジャーエールとお水、まあ、ありますんでね、まあ、外も暑いですしね、観光行かれる方も、まあ、もちろん持っていく方多いでしょうね。いやでもいいですね、やっぱりマリオットのプラチナ持っててよかったです。でも残念ながらねこういったサービスは日曜と月曜だけらしいですね。月曜から土曜までは朝食だけだったかな、まあ、そういったサービスっていう風になってますんで、まあ、もしね今後利用されたい方ですね、マリオットのデスクにね、まあ、どういったサービスになってるかホテルに聞いてもらって、まあ、結局ねカスタマーセンターの言ってることが正しかったっていう風になりますよね。うん、なんでホテルの人間違えてたのかな今日はね朝食しかやってないってもう何回聞いてもねそう言い切られて、まあ、チャットでですけどね、うん、まあ多分曜日を間違えてたんじゃないですかね、うん、日曜と月曜しかこのサービスやってないみたいなんでね、はい、ということでまあひとまず利用できたんで良かったです。ということでホテルからね数ブロック歩いて今ねバス停に来ております。バス停はねこんな感じになってまして非常に清潔感があっていいですね。このねちょっと見えないと思うんですけど60っていうバスでねその近くまで行けるそうなんで、最初ねウーバーで行こうと思ったんですけどウーバーだとね30ドルとか出ちゃって、いやさすがに30ドルはもったいないなと思って、日本円で今で多分4000円近く行っちゃうと思うんでちょっとそれはねと思いまして、
ちょっとバスで行こうと思います。でバスの方はね、料金私が調べたブログだと2ドルとか出てくるんで、多分2ドルぐらいだと思うんですけども、ちょっとあの詳細をね、あの運転手さんに聞いて現金で払えるみたいなんで、現金ね、あの前回のニューヨーク行った時はね、残りがまだ残ってますんで、それをね、あの使っていこうかなと思います。ということで、あと10分ぐらいでねバス来るそうなんで、ここでね待ちたいと思います。非常にね清潔感があってるバス停でいいですね。ということでバス降りました。本当にシカゴの郊外っていう感じですね。もうすぐそこにねシカゴファイヤーの消防署が見えてくるはずです。治安がどんな感じなのかってのは全然わかりません。昼間なんで大丈夫でしょう、うん、まあでも良かったですわ、バスで来れて。ちょっとねあれからちょっと待ちましたけど、なんかあの Google マップに表示されてるバスが来なくて、その次の次のバスぐらいになったと思うんですけど、ずっと待ってたんですけど、まあでもね、うん、3ドル 2.5 ドル、うん、全然いいですよね。多分この建物かな、あ出てきましたよ、消防署っぽいところが。ちょっとこっち裏口かな、裏口ですね。いやでも見覚えがある51って書いてありますね。本当は51分署ではないんですよね確か。撮影シカゴファイヤーの中では51分署っていう名前なんですけど、はい到着しました。シカゴファイヤー書いてありますね。じゃあちょっとまあ見学とか多分させてもらえないと思うんで、あーここですね、あーすげえすごい、こういう感じですね。わーすげえ来ましたね。はあ、でもドラマの撮影地が本物の消防署ってのがすごいですよね。でも本当に実際に来た感想としてはそんなに大きくないな。テレビだとねすごい大きく感じてたんですけど、このスペース実際はそんなに大きくないですね。へーすごい、でも51って書いてあるのがいいですね。へーここで撮影されたんだ、すごい。まあ多分ダメでしょうけど、見学できるか聞いてみたいと思います。なんと聞いたらですね、ビデオ撮っていいよということなんで、ということで今中におります。いやすごいですね、まあ、ちょっとどこまで中なのかわかんないですけど、とりあえずはいここの場所だけに留めておこうかと思います。いやはい、51分署ね、はい、いやすごいいやテンション上がりますね。まさか入っていいって言われると思わなかったんで、いやすごいですね。本物のね消防士さんもいます、うん、いや本当にあれなんですね、よくテレビでねドラマの中ではねこうやって本当に靴と制服をねそのままにして、で、まあ、出動にね備えられるみたいなやってますけども、本当なんですね。いや当たり前かもしれないけど、いや実際に見ると本当にすごいですね。いやーすごい、消防車も見れて、これがモレス・ボーデン所長がいつも言ってるあれですかね、うん、いつもはちょっと車っぽいですけども、本当はこういうのやつなのかな。いやーすごい、でこちらは救急車ですね。いやーすごいですねすごいしか出てこない、はい、こんな感じでいかがでしょうか。いやーもうこの入り口をね見てるだけでも、お仕事の邪魔はしない程度にね、はいこの入り口ですよ、この入り口。いやーすごい、
まあ、あの中の消防士の方もね、シカゴファイヤーでしょみたいな感じで、まあ、もちろんそうなんですけど、いやーすごい、いやーかっこいいですね。はい、ということでちょっと私はね、あのここからちょっと写真だけ撮って帰ろうかなと思います。いやーめちゃくちゃテンション上がりますね。いやありがたい限りです。ということでこちらがねシカゴファイヤーの、ロケ地となった、はい、本当の消防局です。いやすごいありがたいですね。ということで一旦動画止めて、写真撮りたいと思います。ということで51文章ね、こちらバックに、はい、いやめちゃくちゃいいですね。でですね、中のこの倉庫の中の方ね撮影させていただきまして、でその後ねその本当の中の方もね、入れさせていただきました。そこはちょっとビデオはっていう話だったので、ちょっとね中をお見せすることはできないんですけども、いやね非常にテンションが上がりました。もちろんねシカゴファイヤーの方々たちのね写真とかもありましたし、いやめちゃくちゃ良かったです。でね驚いたことにこの外側はですねリアルにここをね使ってるみたいなんですけども、中のシーンはねほとんどがセット、ほとんどがセットみたいですね。同じように作った、いやね分かんないもんですね。なんかちょっと狭いなと思ったんですよね。はい、でキッチンとかもね見せていただいたんですけども、なんか配列も全然ちょっと違かったりして、あれここに確か道あったなみたいなところもなくて、したらねセットみたいですね、あの真ん中のあの有名な休憩室の部分は。ですんでね、まあリアルに使われている時もあるそうなんですけども、ほとんどセットみたいで、いやねびっくりしましたね。いやどこからどこまでかねセットかとか分かんないんで、いや実際見てあれと思ったらねやっぱそういうみたいですね。いや非常にね面白い経験をさせていただきました。であの消防署のねなんつうかジャケットみたいなのもね持たせていただいたり、ヘルメットを持たせていただいたり、いやいろいろさせていただいて本当にありがたい限りでしたね。ということでもしね時間がありましたら皆さん来てみてください。私がね来た時には本当に誰もいなくて、あのすいませんみたいな感じだったんですけど、あのその後ね続々とあのやはり観光の方がね来ているということで、世界中からねお客さん来るみたいなんで、お時間がある時はね結構相手していただけるみたいで、私もねあの一通りね見させていただいたんで非常にありがたい経験でした。ということでここからですね、シカゴ、ここはシカゴファイヤーの51文書で、シカゴ PD っていうねあの警察のシカゴの話があると思うんですけども、そちらもですねここから近いんですよね。ということなんでそちらまでねちょっと歩いていきたいと思います。ということでちょっとそこの前までね飛びたいと思います。だということでシカゴ PD の警察署建物到着しました。こんな感じになっております。見覚えねある方が多いかと思うんですけども、この入り口ですよね。でこのシカゴ PD のねこの警察署の建物は、このストップの看板のね奥行くとシカゴファイヤーのねあの先ほどの51文書があって、まあこちらはねシカゴ PD の警察署、歩いて10分もかかんないぐらいの場所にありますんで、まあ、もし来られる方はね一緒に見ていただければなと思います。でこちらの建物なんですけども、昔はね警察署として昔は使われてて、現在は交番っていう風になっておりますんで、まあ、今もね普通の警察が機能している交番っていう風になりますんで、警察署ってこういう感じであるんですね。うん、まあ、交番にしてはね日本でいう交番ってすごいちっちゃいと思うんですけども、まあ、アメリカの交番はね、まあ、交番っていうかっていう感じですよね。まあ、警察署に見えてしまうんですけど、一応ねあの交番っていうくくりみたいですね。ですので周りにねパトカーとかも止まってますし、まあ、中はねちょっとお伺いすることができないですし、まあ、撮影させてくれって言っても絶対ダメって言われると思いますんで、まあ、ここら辺にね留めておこうかなというところなんですけど、入り口だけちょっとね見ましょうかね。いやーこれはテンション上がりますね。もういつここからハンクボイドが出てくるかわかんないですね。はい、ということでこんな感じになっております。すごいね歴史のある建物みたいで、今もね交番として使われてるみたいな感じみたいです。はい、ということでいや非常にテンションがね上がりましたね。見れてね本当に良かったです。まあ、ちょっとねここからどうやって市内に帰るんだ問題があるんですけども、まだね、3時ぐらいなんで、ちょっとね先ほどのバス停でも探しつつ、さっきの方市内の方にね戻りたいと思います。ということで
いやめちゃくちゃ良かったですね、はい、シカゴファイヤー、シカゴ PD ね、見たことない方はぜひね見ていただければ、でもしね見たことある方はシカゴ来る際にはですね、そんなに遠くないんでね、ぜひあのバスでねちょっとタクシー高いんでね、はい、ぜひバスでも来てみていただければなと思います。ということでちょっとバスで探しつつ市内の方戻りたいと思います。まあ市内っつってもねそんな遠くないんですけどね。ということでホテルに一回戻って携帯の充電器をね持ってきてないことに気づいたんでゲットしてきました。ではこれからね、シカゴファイヤーのロケ地最後のモーリーズっていうね、バーに行きたいと思います。ここはですね、ロッティーズだかな、なんか名前が普通のバーとしてね名前がありまして、まあ、そこに普通にスポーツバーがね営業してて、まあ、そこをまあ、そこがね、ドラマの中ではモーリーズっていう名前で使われてると。ということでせっかくバーに行くんでねちょっとビールでも一杯飲んで帰ってこようかなと思います。でそれでですねこのシカゴのね、中心地から、まあ、電車で30分ぐらいですかね、ちょっとごめんなさいあんまり見てない、はい、まあ、電車で昨日乗ったブルーラインでね行くということで今ちょっと地下鉄、駅にね向かっております。まあ、そこで電車乗って揺られて行きたいなと思います。いいね、日本では見まかけないベビーカーを見てちょっと反応してしまいました。カゴみたいになっててちょっと可愛かった。そういえばシカゴではアップルストアを見かけてないですね。そんなにたくさんないのかな。 iPhone もめちゃくちゃ値上げされましたもんね。AirPods もめっちゃ値上げされてましたよね。8000ぐらい上がったんでしたっけ。やばいですよね。 AirPods だから直前に買っといた人は本当に良かったですね。いやイヤホンに3万8000はまあまあ高いですよね。まあ、AirPods 便利ですけどね、うん、それでは電車に乗って向かいましょう。いや本当に日陰は気持ちがいいです。日向はめちゃくちゃ暑いんですけど、地下鉄の駅がそこら辺に ありましたね。ニューヨークはいろんなアルファベットとか数字とかね電車使われておりますけど、シカゴはブルーラインとかピンクラインとかねラインで決まっカラーでね駅が決まってて、空港から市内まではブルーラインが通ってて、でブルーラインの途中で乗り換え駅があるみたいな、そんな感じになっておりますね。ですんで、まあ、ここら辺そんなに難しくないですし、まあ Google マップ使えばね結構一撃なんで、まあそこまでね大変かなって、まあ私も来るまでねどうなんだろうと思ってたんですけど全然余裕でしたね。で昼間は利用されてる方もかなり多いんで、まあ大丈夫じゃないでしょうか。暗い。ではチケット買って乗っていきたいと思います。では電車に乗りました。5駅ぐらいでね着くということでかなり近いです。騒音が大きいんで私の声が届いているでしょうか。ということでしばらくね電車に揺られたいと思います。はい、ということで駅から出てきましたけども、なんか街の感じはあれですね、高いビルがなくなっただけで結構あれですね、人が多いですね。ちょっと電車で5、6個ぐらい離れたんで、まあ、結構人がいなくてね、怖いのかななんてちょっと思ってたんですけども、車通りも人通りもめちゃくちゃ多いんで、ね、全然怖さはないです。いいですね。もうねこの道をずっとまっすぐ行ったらあれそうなんで10分ぐらいだったかな、歩いてかかるみたいなんで、まあ、ちょっとテクテクね歩いていきたいと思います。あ、でもノースイーツとかのお店がある。ってことはここら辺もあれなんですかね、結構有名な通りなんですかね。でもお店もめっちゃたくさんあるんで結構有名な通りっぽいですね。これもなんか言ってん？何？なんで？なんで？何？いいの？なんか用だった？いいの？なんかよくわかんないけどノースフェイスの店員さんが
僕になんかなんかあったんですかね通りの向かいを歩いてただけなんですけど。いやでも僕もそんな大きい声出してないからな、絶対お姉さんに聞こえてるとは思えないんだけど、まあいいわみたいな感じで店の中入ってきました、ね、わざわざ店の外に出てきましたからね。誰かと間違えたのかもしれない。いやそんなことないでしょうねさすがにないですよね、うん、帰りもう一回通りましょうか何だったんだろう、すげえ気になる。センキュー。すごいいいですね、嬉しい。ウェルカムトゥシカゴって言ってくれましたね、これありがたい。いや嬉しい。いやこちらもねやっぱり思ったよりちっちゃいですね、うん、なんかすごい大きいイメージがあったんですけど、はい、いやでもねちゃんとこういった感じで森入ってますね。いや嬉しいですねこれは。ということでモリーズがねここにあるんで、ゲームで、まあ、ライバル店で放火されたゲーム名はあっちには普通の露店が、露店というか普通のお店が使われてたんですね。いや面白いですね。いや来れました。いや思った以上にあれですね、うん、小さい。ということでじゃあちょっとお酒いただいて帰りましょうかね。ということで、来たところをそのまま戻って、本日今ね夕方の5時ぐらいなんですけども、JW マリオットホテルの、まあ、食事っていうかアペタイズ、まあ、前菜みたいな感じだと思うんですけど、まあ、食事が提供されてるんですけど、それがね5時から7時で、7時から10時まで、デザートタイムということで、アペタイズの時間帯をね、まあ、ちょっとスルーしてもいいかなと思うんですけども、まあ、デザートタイムだけねお見せできればなと思います。でアルコールに関してはね、まあ、注文できるけど有料っていう話でしたので、まあ、特にね無料で利用できるわけではないという感じですね。ということで駅に戻ってシカゴピザのお店に行きたいと思います。まあ来たところ戻るだけなんでね、まあひとまずさっきのノースフェイスのお店一応通りましょうか何だったんですかね反対側の通りを歩いてる男に声をかけるってなかなか分かんないですけども、誰かと間違えたんじゃないかな。何ですかって言いに行ってます変人ですよねということで、はい、普通に通り過ぎて帰りましょう。では電車に乗ってシカゴの、ね、中心地に戻りたいと思います。ということでピザ屋さん到着しました。こちらもね、シカゴ在住、シカゴ出身のね、友人の方に教えてもらいました。でここは結構あれなのかな、メイン通りなのかな、めちゃくちゃ人がいますね。でお店はこちらです。ちょっと読み方が分かんないんで、はい、こうした人を載せておきたいと思います。ではシカゴピザいただきたいと思います。ということで20分ぐらいですかね待って入れました。ということで、まあ、このね QR コードで注文する感じですね、はい、ということで注文していきましょう。なんかディープディッシュっていうねピザの種類なのかな、友人にそう言われたんでそれ以上のことは分かんないんですけど、まあ、そのディープディッシュっていうのをちょっと注文してみたいと思います。ということで到着しました。これがシカゴピザでーす。あっつ、鉄板まだ熱い。ちょっとボケちゃってますかね。はい。よいしょ。どうでしょうか。いやめちゃくちゃ美味しそうですね。いやこのサイズ感マジ最高ですね。あ、一緒にビール頼んじゃいました。はい、これはねブルームーンっていうちょっとフルーティーなビールですね。
まあ、いやこのサイズ感良くないですか、うん、ちょうど1人前サイズ。ではいただきます。すごい、おーすごい、まあ、一応ナイフとフォークがあるんだ。切れない、切れないですね。では、おー、ではいただきたいと思います。めちゃくちゃうまいですね。なんかこの周りの生地が柔らかいわけではなく結構硬くてサクサクしてる感じで、チーズがすごいね伸びる感じで、うん、非常に美味しいですね。私ぐらいだったらこれで十分だと思います。今回初めて食べますけど、周りも柔らかいのかと思ったら周りは硬いんですね。ということで赤がちょっとゆっくりねいただこうかなと思います。いやこれ非常に美味しいですね。教えてくれたシカゴ出身のカイルにはね感謝ねしなきゃいけないですね。ということで赤ゆっくりいただいてホテルね戻りたいと思います。ということでホテルに帰ってきました。今ねちょうど今ね夜の8時ぐらいなんですけども、デザートタイムということで今やっておりまして、まあ、そんなに数は多くないですけども、これはねクラブラウンジで振る舞われているということで1個だけねいただいてまいりました。非常に美味しそうですね。はい、いただきましょう。本格的なデザートタイムすごいですね。美味しい、フルーティーな、いちごの、いちごじゃないレモンのクリームみたいな、結構甘めですね。あと下の方にねブルーベリーですかね、うん、ちょっと甘いですけどとても美味しいです。すごい、これ無料なのいいですね。ちょっとせっかくなんでもう一個いただいてきました、うん、2つぐらいいいでしょう。ではいただきます。うん、これはチョコレートムースみたいな、美味しい、うん、思った以上にねこのデザートタイムのクオリティが高くてすごいですね。これだってね街で買ったら多分 7,8 ドルはすると思います。でもデザートタイムあんまり人気がないんですかね。私以外誰もいない、店員さんもいるけどすごい暇そうにしてますね。ごちそうさまでした。いやこれが無料でいただけるのはいいですね、うん、日曜日と月曜狙ってくるのもねありかもしれないですね。ということでちょっとコーラ飲んでね客室戻りたいと思います。ということで客室に戻ってね一通りお風呂と歯磨きをね終わらせました。いやね、お風呂めちゃくちゃ大きいですね。はい、ちょっとね昨日はシャワーしか浴びないで寝てしまったんですけども、今日ね湯船入ったんですけどもめちゃくちゃ広かったですちょっと溺れるんじゃないかって、まあそれは言い過ぎかもしれないですけど本当にねめちゃくちゃ広かったですね。で今日ねまだ9時過ぎということでこれね開けたいと思います。はい、ちょっとこの旅行で買ったのをねどんどん飲んでいきたいと思います。いや森蔵です。JAL カード割引が入って3000円ぐらいだったかな、はい、非常に有名ということで一度ね飲んでみたかったんですよね。開けます。おー、こんな感じになってるんですね。では開けていきましょう。オープンします。
ちょっと一番最初はストレートでいただきましょうかね。焼酎ってあんまりストレートで飲まないのかな。ちょっとあんまり焼酎飲まないんで分かんないですよ。はい、というわけでいただきます。あ、すごい。あ、美味しいですね。飲みやすいなこれ。いいですね、めちゃくちゃ飲みやすい、美味しいです。今日はちょっとね、シカゴの夜をあんまり景色見えないですけれども見ながら、ちょっと水ありにしながらでもですね、いただきたいなと思います。ということで今日ね、夜の今9時半ぐらいだと思うんですけども、まあ、今日のところはね結構疲れましたので、このままね休みたいなと思います。ということでまた明日です。おはようございます。朝になりました。今ね朝の6時半ぐらいになりまして、これからね朝食いただきたいと思います。ではね、まあ朝食の様子はね昨日お見せいたしましたので、まあ内容変わってないと思うんでね、ここはね省略させていただこうかなと思います。とりあえずね朝食行っていきたいと思います。ということで今ねもう11時ぐらいになりました。朝食終わってね、パッキング等々いろいろしてたらね、結構すぐね時間が経ってしまって、今日はね13時レイトチェックアウトね、1時間だけレイトチェックアウトさせていただきました。ホテル移動しますんで、まあ1時間だけねできればお願いしたいなということで聞いたら OK だったっていうことなんで、まあ多分ね言えばもっと遅くまで行けたんでしょうけど、まあそこまで必要ないかなということで1時間だけレイトチェックアウトしていきます。ということでお昼食べてねチェックアウトしていきたいなと思ってまして、せっかくねアメリカに来てますんで、ハンバーガーを食べて帰りたいと思います。いや食生活がめちゃくちゃ偏ってますね。ハンバーガーみたいなのも食べて、ピザ食べてでハンバーガーですからね。ということでもうねここら辺にあると思いますんで行きたいと思います。これはね普通にGoogle とかでね検索して、まあ、シカゴ初のハンバーガー屋さんということで、まあ、そこでいいんじゃないかということで行きたいと思います。お店どこだろうな、もう着くはずなんですけども、もうね あったあった反対側だ。朝の11時で11時開店みたいなんで、多分そこまで混んでないと思うんですけど、どうでしょうかね。混んでないといいんですけどそんなにね。 あとでここねちょうどホテルからね20分ぐらい歩いた場所にありますんで、まあ、ホテル帰ってね荷物取って帰るんで、まあさすがにね今11時で13時チェックアウト、まあ大丈夫だと思うんですけど、ひとまず行ってみたいと思います。こちらですね、映ってるかな、はい、エピデミックバーガーですね。では行ってみたいと思います。ということでエピデミックバーガー到着しました。こんな感じです。いやめちゃくちゃ美味しそうですね。店員さんにね言われるままオーダーしまして、だいたい$17、これとジュースで、高いですね。2300円ぐらいですか。高いですね。はい、でも非常に美味しそうですし、まあシカゴ発祥ということでちょっと食べてみたくて注文しました。ということでいただきましょう。ちょっとね店内でいただきたかったんですけど、店内がねめちゃくちゃ音楽かかってまして、ちょっとね店内で撮ったらさすがに多分音声切れないなと思って、外の席にねさせていただきました。まあね今ね日が陰ってるんで、ね、全然暑くないです。うん、ダイエットペプシにしたんですけど、めちゃくちゃ味が薄い好きなだけ飲んでって言われたんですけど、大丈夫そうですね。ということで、はい、どうでしょうか、いただきたいと思います。うん、これはめちゃくちゃうまいですね。これうまい。うん、ちょっとお高めですけども美味しいですね。うん、ちょっと私はね店員さんに言われるがままトッピングしたんでちょっと値段上がりましたけど、多分ねそのままレギュラーだと$8.99って書いてあったんで、そんなに高くないと思うんですよね。もうちょっと安上がり食べれると思います。はい、でもねめちゃくちゃ美味しいです。ってことはこれでポテトとかつけちゃうと多分$20超える感じですね。うん、ということであとはねゆっくりいただいて、時間的には余裕でしたね。もう出てくるのもね非常に早かったですし、まだねオープンしたばっかりで誰もねお客さんいらっしゃらなかったんでちょうど良かったですね。
ということでホテル戻ってということで、すごい今の音バイクかと思いきや自転車なんですよあれは音だけ鳴らしてるだけかもしれないな。スピードはねあれでしたねスピードは自転車でしたね、音はバイクみたいなということでホテル戻ってね、そうですね、チェックアウトしちゃいましょうかね。はい、ということでホテル食べ終わったら戻りたいと思います。ということでホテルにね帰ってまいりました。今回ですね JW マリオットシカゴにね2泊させていただきまして、シカゴ観光をねさせていただきました。いや非常にね楽しかったですね。かなりね自己満な旅になってしまったので、まあ、ちょっと視聴者の方にはですねちょっとつまんない部分もあったのかななんていうふうに思うんですけども、この JW マリオットシカゴもですね1泊ね5万ポイントぐらいでね宿泊することができますし、またねあのプラチナステータス以上のね、ラウンジとかもね利用できるね曜日であればですねかなりねいいのではないのかなと思いました。やっぱりねあのお水だったりねコーラとか、まあそういったコーヒーとかもそうですけども、まあ、そういうねあの細かい部分ねお金かからないで済みますんでね、プラチナステータス以上ねある方はかなりねいいのではないのかなと思います。まあ朝食に関してはですねかなり簡易的なものではあるんですけども、まあ私はね十分かななんていうふうに思いますので、まあここはねちょっと人によるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、ホテルでね朝食取れるのはねやっぱり楽ですのでね、まあいいのではないのかなと思います。ということでここでね一旦動画区切らせていただいて、次ねあのホテルね移動いたしますので、ぜひね引き続き楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。